ラウン山はインドネシアのジャワ島における最も活発に活動している火山の一つ。東ジャワ州に位置し、幅 2km、深さ 500m のカルデラが灰色を帯びた外ン山に囲まれている。外ン山の頂部の色が山裾の斜面と異なって見えるのは頂部が植生を描いているからであり、山裾の斜面は広く健全な植生で覆われている。 海抜標高がほぼ3332メートルのラウン山は周辺では最も高い火山である。一帯の主要な火山の合間ぬ谷には火山灰が多く堆積しており、農業に適した土壌となっているが、利用可能な土地は限られている。ラウン山は北東から南西に走る線上に配置された清掃火山の列の中央にあり、北東側にスケット山。 西側にガドゥン山が位置している。ラウン山はバリ島北部シガラジャのロビナビーチからも眺望できる。登山する場合のノーマルルートはボンドウソ県側からスムベル林銀ンンを通って進む。標準的には2泊3日をかけて登山し、往路袋とも途中で野営する。往路では標高2900メートルほどの7号目以上で止まらなければ頂上到達は難しいとされる。 記録に残る最も古い噴火は1586年で、この時には死者が出たとされ、その後も1817年までの間に死者が出るような噴火が5回記録された。バリ海峡から望むラウン山の噴火。2015年6月24日、火山活動の活発化が観測され始め、6月29日には噴煙が吹き上がり、カルデラから3キロメートル以内の住民たちに、 避難警報が出され、近傍のバリ島では、航空機の発着に大きな支障が生じた。2015年7月初めに撮影されたランドサットの画像によって、新たな灼熱溶岩が確認され、以前からあった1カ所と合わせて2カ所になっていた。これによって、全面的な噴火は、しばらくの間遅延するものと思われた。この時点で、溶岩はカルデラの内部に止まっていた。 2015年7月9日からラマダーアーン明けのサイジードアルイコールフィトルの最中だった人気の観光地バリ島やスラバヤの空港を含めインドネシア国内のいくつもの空港が噴煙による火山灰の影響で閉鎖された爆発的な火山灰の噴出は8月14日午後にようやく収まったこれによって今回の噴火活動は概ね収束したウィキメディアコモンズには ラウンヤマに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。